にちは。こんにちは。動物生命科学科の梶浦です。これが本学科の教育動物病院です。今日は学科の紹介をさせていただきます。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。動物生命科学科はどんなところが特徴でしょうか？まず一つ目は学びについてなんですけど、この学科では動物看護のことと、それから実験動物のことと、そしてちょっと言葉は難しいですけど、人間動物関係学っていうようなことを幅広く学びます。2つ目はですね、資格の話なんですけど、愛玩動物看護師っていう国家資格、それから実験動物技術者1級っていう資格、この2つが一番主要な資格なんですけど、それ以外にオーストラリアの動物看護師国家資格っていうのを取得するプログラムがあります。で、その資格を取ると、イギリスやオーストラリアなんかの動物病院で働く資格が取れるっていうことと、もう一つ日本で動物病院に就職する場合には先進的な動物病院に優先的に就職できるっていう強みがあります。それ以外に理科の教員免許と学芸員資格を取得することができます。獣医師と獣看護師はどう違うんでしょうか？獣医師の人が何をして、動物看護師の人が何をするかっていうのは法律で定められています。今回国家資格になることで、動物看護師は採血、あるいは投薬、それからマイクロチップの挿入、そういうことができるようになりました。で、3つ目はですね、地域活動の話なんですけど、この地元の倉敷市は殺処分ゼロっていう運動をやってるんですけど、うちの学科でもその殺処分ゼロを支えるためにいろんなことを協力しています。例えばワクチンを打ったりですね、避妊去勢の手術をしたりっていうような形で、それらの運動もサポートしています。カリキュラムの特徴はどんな点でしょうか？そうですね、これもちょっと3つ挙げてみます。1つ目はこの教育動物病院、実際にこれ開業して運営してるんですけど、この病院を活用した実習がたくさんあることです。例えばこういう実際に動物病院にあるような機械が置いてありますから、こういうものを活用しながら実習を進めてます。で、2つ目はですね、実務経験豊富な獣医師とか動物看護師が教えてる科目が、これもたくさんあることです。3つ目はですね、診療補助っていう制度があって、うちの学生は2年生の後期からこの病院で実際にやっている診療の補助に参加することができます。で、その診療補助を通じて実際の病院の実務について深く学ぶことができるっていう特徴があります。卒業した学生さんの進路はどんなところがあるんでしょうか？これまでの卒業した学生を調べてみると、だいたい5割か6割ぐらいが動物病院に就職しています。で、それ以外の3割ぐらいが動物関連企業、例えば実験動物関係だったり、畜産だったり、動物園、サファリパークだったり、中には警察犬の訓練士になりたいからっていうんで警察に採用される子もいます。で、それ以外となると進学、大学院に進学したり、あるいはもう全く関係のない一般企業に1割弱ぐらいの学生が就職しています。動物生命科学科はここ以外ではどんなところで実習されているんですか？じゃあ実習を担当している先生に案内してもらいましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。